嫌なことがあると悪い夢を見る。繊細に生まれてきたのか気が弱いのか、とにかくその日嫌なことがあると、次の朝は嫌な夢で目が覚める。昼間のことが影響して、夜の夢が影響されてしまう。でも不思議なことに嬉しいことがあっても、嬉しくて飛び上がって目覚めることがない。ひょっとすると昼間は天使が仕切っていて、夜は悪魔が支配しているのかもしれない。悪魔には、やっぱり暗い夜が似合っているようだ。夢は悪いことばかりではない。いいことだってある。夢をいっぱい見たら、ノートに書き溜めて、夢占いの本を出版できる。ある意味夢に左右されず、夢を味方につけて生計を立てることだってできる。夢様様、悪夢様様だ。今シーズンはライバル球団の選手が、来シーズンから同じ球団になるようなものだ。嫌なことがあると悪い夢を見るなんて考えていると、トラウマになって、本当になってしまう。マイナス思考には、マイナス思考がくっついてしまう。磁石とは逆の発想が必要になってくる。人形の首が取れたって、修繕すればいいだけのこと。怨念とすぐ結びたくなるけれど、そんな怨念、どこに怨念、と切り返してジョークにしたい。感覚麻痺というのが一番怖い。鈍感力が長生きを誘発する。鈍感力人間万歳。